こんにちは永です今回はですねテンプラスという会社が主催している異業種交流会に行ったんですけどもそこで、ねえー、謎の集客アプリを売られそうになって本当にクソだったなということに関してお話をさせていただきます、えー。まあ主にはこの異業種交流会でちゃんと集客できるのかってことに関していろいろ検討したっていうふうな記事になっていますと。 で最近ちょっと異業種交流会にちょこちょこ行き始めまして、ね、異業種交流会って、えー、異業種がお互いにこうビジネスマッチングをして交流する場なんですね。で、大体やることか名刺交換とか、おしゃべりいいですよねって感じですね。以前、えー、エニシアというコアワーキングスペースが主催している、えー、レッドパーティーっていう異業種交流会に以前行ってきましたと。まあ、そこは割とまあまあだったんですけども、今回このテンプラスっていう会社が、えー 主催してている医療交流会に行ってきたんで、すがまあででししたたね大失敗でしたで参加の申し込みフォームを多分コクチーズとかいうサイトからやったんですけどもそこの参加申し込みのフォームの画像がこんな感じで割とにぎわってる感じだったんですねで実際会場に行くと6人ぐらいしか来てなくて全員と話しても5 30分くらいですね時間が余っちゃうんですね で以前参加したそのイニシアっていうコアワーキングスペースの交流会はまあまあ有益な会だったんですけども今回参加したこのテンプラスって会社の交流会はまあめちゃくちゃ不毛で例えば動画の編集やってますから仕事くださいと担当直入にアピールするなんか小汚い太ったおっさんとか紹介せいで回線販売やってますっていう MLM っぽい あのまあ、いわゆるマルチっぽいお兄さんとか、まあ、資産運用をやれるプライベートバンク紹介しますよっていう50代のなんか東京から来た謎のおっさんとか何て言うかもう自分のことばっかり考えてる連中でまずなんかお前らはビジネスビジネスとかうのよりも相手に興味を持つことから始めた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いまして全く話は噛み合わずどうしようもない状態でした。 で、こういう風な彼らを見てて思うのが集客っていうのをうまくするにはとにかくお客様と関係性をうまく作ることそれがめっちゃ最初は大事だなと思いまして関係性の構築なくていきなり売り込むって初対面の女性にこう会って10秒くらいでいきなりセックスさせてくださいってお願いするぐらいやばい行為なんですねそんなこと言ったら捕まるじゃないですか。それ そう例えばさこの何のこう知り合いにもない知り合いじゃないおっさんからさんとかっていう商品が最高なんです買ってくださいって言われたらあなたってどうしますかね純粋にこう,うざいなってこのおっさんって思いますしそもそもお前から買わないという理由はないなっていうふうに思いますね早く消えると思うはずなんですよなのでまずとにかくお客さんにこうあるジャンルの専門家とか,かとしてこう信頼してもらうってことがめちゃくちゃ大事ですね なんで、こう、最初は無料で相談に乗ったりとか、自分の信用を高める、期待値を上げることに注力をするべきと。そうすれば、専門家として信頼された結果、自分のオファーとか、つまり商品の販売ができるんですね。で決して信頼関係の状態で売り込みはしてはいけないということがわかります。で、こちらのテンプラスって会社の利用者交流会は、まあ、ダメだったんですけども、この交流会を主催した会社は、どうやらこのスタートアップの起業家向け、 これから起業しますよみたいな人に対していろんなこうサービスを展開してる会社なんですね。まあ、こんな感じでなんか行ったらチラシドーンと渡されましてこういうなんか謎の集客アプリみたいなのは20万とかですよ。そもそもこういうこうなんかクソみたいな交流会やってる会社の集客アプリなんでまあ多分しょぼいんでしょうね。静弱っていう感じですね。初期費用20万だと。絶対集客効果なさそう。 バカじゃないないいと思いましたねこういうのに申し込みしてしまう人って多分、まあ、自営業者としてセンスないんでもう早く廃業した方がいいと思いますね。でこんな感じで、えーまあ、最初交流会をにフリーランスを呼び出して最終的に怪しい高額アプリを売るっていうやり方これを見てて、まあ、フロントエンドとバックエンドって言葉は思いついたんですねでこのフロントエンドっていうのはまずこの安い商品とか無料相談とかでお客様との関係性を作ることで よくあるのが、健康食品とかの無料試しセットとか、無料資料請求とか、コンサルティングとかの無料相談とかですね。で今回の交流会の場合、この2000円って参加,参加費がかかってたんですけども、この交流会への参加と。まあ、一方、バックエンドは、この最終的に売りたい商品。今回の場合だと、バックエンドっていうのは最終的に売りたい商品のことで、今回の場合だとえ導入費用の20万のアプリだと。で、このフロントエンドで関係性を築いて、バックエンドで20万のアプリを売ると。 ね、で詳しくはこのフロントエンドバックエンドに関して詳しく解説している、えー、記事はこちらのリンクを貼っておきました。で私これ参加してみて思ったんですけど交流会ではなく普通の,この趣味の、えー、なんか集まりとか普通のパーティーとかに参加した方が多分割と有益だなっていう風に今回この10プラスの交流会を参加して思いました。 以前言ったイニシアってコアワーキングスペースのレッドパーティーに参加したって記事とか、あとそして今回のね、2000円の謎の異業種交流会ね、なんでここまで差が生まれたっていうのかを考えたんですけども、やっぱりこう普通のこうパーティーメインなのか、異業種交流会、とにかく名刺交換だけをやる会なのかっていうことの違い。どうしても異業種交流会メインだと自分のことをアピールしたい、売り込みたいっていうしょぼいフリーランスが集まるんですね。 でもその普通のただ交流だけとかパーティーとか開業記念パーティーとかそういう他の目的があるようなこう集まりとかあとその場を楽しみたいってお祝いしたいっていう層が集まるんですねで普通のパーティーだと決済賢者とかも来ますしそこそこ儲かってる事業主とかも来やすくて割と有益な会になりやすいんですよねなのでこう趣味の交流会とか趣味の集まりとか普通のなんか異業種交流会とか名刺交換会 っていう手じゃないような集まりに行った方が絶対に仕事につながります。ということがよく分かりました。以上より、異業種交流会とか名刺交換会名長つくものは参加はやめた方がいいなと思いますし、あと、まあ、参加するんだったら開業記念パーティーとか普通のパーティーとか趣味の集まりとかですね、まあ、ワイン会とかそういうのに行った方がいいですね。あと、まあ、交流会の参加費用をフロントエンドにしている怪しい会社が今回、えー、ありましたということが分かりました。 ではですね、今回の動画はこれで以上となります。ではありがとうございました。